ぞっこんウチナーアスリート。みなさんこんにちは。ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナーアスリートを全力で応援しようという番組です。今週も先週に引き続き、先月末愛媛県で行われた陸上の JOC ジュニアオリンピックカップ300メートル決勝で日本高校記録を出して2連覇を果たした小座高校陸上部の平川キラ選手を紹介します。今日も15分間お付き合いください。先月22日愛媛県で行われた陸上の JOC ジュニアオリンピックカップ300メートル決勝で平川キラ選手が32秒85の大会新記録を出して2連覇を果たしました。先週は全国の頂点に立った喜びについてたっぷりお話を伺ったんですが、今週は陸上を始めたきっかけやこれからの目標についてお聞きしました。陸上を競技として始めようと思ったきっかけも教えてください。小学校1年生から小学校3年生の終わりぐらいまでサッカーをしていて、でもその時から自分の中で足にこう自信が少しあったので、で母親も陸上をしてて、なぜか分かんないんですけど、その時にメダルが欲しいと思って、でそしたらじゃあ陸上の体験行ってみるから始まって、すぐに大会、県大会出て、確かその時4位ぐらいだったんですけど、そこでさらにもっとメダルが欲しいっていう気持ちが強くなって、そこから始めたっていうのがきっかけです。じゃあこう実際に陸上を始めてこうのめり込むぐらい魅力に感じたのはどういうところが好きだったからだと思いますか？自分も一番最初は陸上はただ走るだけっていうイメージがあって、こう練習を重ねていくたんびにどんどん奥深いっていうのに気づいて、そこでももっと興味を持って、で小学校5年生の時に100メートルで全国で3位になってたんですけど、その時に、まあ、銅メダルでもう嬉しかったんですけど、この間近で1位の金メダルを見てさらに余計欲しいなって思って、そこでももっと自分のモチベーションというかこの気持ちが高まって、またどんどんハマっていったっていう感じですね。これまでの陸上競技人生の中でターニングポイントになったなと思う出来事についても教えてください。中学2年生の時に県大会で 400m を走っている時に足の親指の骨を折ってしまって、走っている最中に、でそこでこの来月その大会の次の月の九州だったり全国を出れなくなってしまって、そこで一回もう結構落ち込んじゃって、でもまだ中学2年生っていうのがあって、来年の中学校最後にかけるっていうので切り替えたんですけど、そこで、まあ、コロナだったりでなくなっちゃった大会もあって、でも1回だけ全中っていうこの全国大会があって、そこで日本歴代5位の記録で48秒48で優勝できたことが振り返ると一番嬉しかったんじゃないかなと思ってます。じゃあこの怪我をされてしばらくこう実践が、ね、できない時期もあったと思うんですけど、そういう時はどんなことをモチベーションに練習に取り込んでたんですか？まあ、考えすぎも良くないなっていうのを思ってて、で、まあ、練習の時は練習で、じゃない時はじゃないの、この遊ぶ時は遊ぶみたいな、このオンオフを切り替えることが今でも大切にしてて、でその時もずっと陸上ばっかじゃなくて落ち込んでたので、遊ぶときは遊んだりで、もう、まあ、練習で走れなかったので、その時は水泳に行ってひたすら泳いだり、 できるところのトレーニングをしたりとか、いろいろ全く走らないっていう状況はないようにしてて、そこでこの怪我が治った後も
すぐ復活できたのも、うん、多分それのおかげだったのかなって思ってます。うん、そうですか。じゃあこう今振り返るとその苦しかった時期っていうのはご自身の中で何かこうプラスになったことを挙げるとしたらどんなことがありました？本当に落ち込んだというか悔しい思いしたっていうのが今年も本当はインターハイ高校総体の全国のインターハイで予選落ちしてしまったっていうのもあってそこで、まあ、怪我とインターハイで、まあ、違うものであるんですけどでもこの落ち込むっていうのは同じ共通点があってその中で勝ち続けることは難しいって自分でも分かっててでそこでいろいろと中学校1年生の頃から大会で、まあ、いい結果を出せてで自分の中でもプレッシャーっていうのはまあ多少なりともあったんでそこで、まあ、今回も含めてですけど負けを経験して逆に落ち込むというより次に切り替えてこうまた新たに一から頑張るっていうやる気につながれたので怪我の時もそんな感じで怒ってしまったのはしょうがないっていうずっと思ってて本当自分の中で切り替えるのがうまくいったからなんじゃないかなと思ってますね。でも本当にこう苦しい時期っていうのを経験したからこそ多分こう積み上げてこられたねこともあるんじゃないかなと感じました。では最後になったんですけれどもこれからの目標も聞かせてください。常にトップで戦い続けることは本当に難しいって実感してていつ自分が伸びなくなるかわからないしいつ怪我するかもわからないっていう不安も、まあ、常にあるんですけどそこでどう自分の中でこれからも勝つ陸上勝つ走りができるっていうところが最近も意識してるというか頭の中にあるんですけどでも今までの結果も含めてですけど本当周りの人たちの、まあ、コーチから始め親たちもですけど全員のサポート体制があっての結果につながっていると思うのでそこも含めて自分のために走るんではなくて周りの人たちも含めて今までのやってきてもらったことを結果で喜ばして恩返しできるようにまた来年も他に速い選手が出てきたりすると思うんですけどその中で自分の走りで一段とパワーアップした姿を見せれるように来年は高校生最後なので一戦一戦後悔ないように大学でもつながれる走りをできたらなと思ってます。一番の大きい夢はオリンピック選手に選ばれて世界で戦っている姿を周りの人たちに見せたいです。ぜひ将来も楽しみに応援しております。この時間は平川輝選手にご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては小座高校陸上部の顧問横山俊春先生にお話を伺いました。国体から、九州新人の3連戦なんですけれども、まあ、最後怪我なく終えるのとで前日最近新調したスパイク触ってみて、うん、あこれはいけるなと、はい、思いました。はい、先ほどキラ君はあの走り切った際には自己芯出したの気づかなかったっておっしゃってましたけど、ね、先生は気づいてました。僕は気づきましたすぐに気づきました。あこれ来たなと思って、はい、でちゃんとあの記録表も持ってたので、うん、すぐ確認したら、はいはい、やったと思いました。はい、もう戻ってきてあやったなということで、はい、言ってました。はい、あの改めてこう先生からご覧になって、はい、キラ選手の魅力っていうのはどういうところですか？そうですね、あのコーチも言ってたようにあの柔らかい走りですね。あので無理なくスピードが出せる走りですね、はい、で最後あのもちろん最後減速はしていくんですけれどもこの落ち込みが最小限に抑えられていて、はい、最後まで走り切れるっていうのが、はい、最大の魅力ですね、はいはい、この柔らかい走りっていうのはどういうところから来てるんですかね？これはなかなか教えてできる走りじゃないので本人が持っている才能だと思います。
本人先ほど言ってたようにですね、あの中3の時にあのコロナで大会とか中止になるのが多かったんですけれども、全中でまあ優勝したということで、はい、僕もまさか小座高校に来るとは思ってなかったのでてっきり県外の強豪校に行くと思ってたんですけれども、はい、去年来るっていうことでびっくりしてました、はい、この今の小座高校の陸上部の雰囲気っていうのはどうですか。はい、まあ、あのコーチが引っ張っていて、で全体的に記録も伸びてきていて、特にあのリレー種目で個人種目もみんな伸びてきているので、また来年はですね、あの全国インターハイが北海道ということで、あの全員で行こうということで、はい、モチベーションを高めて、はい、頑張ってます。はい、改めて最後に今後こう平川明選手に期待するところも教えてください。はい、まあ、そうですね、あの本人コーチも言ってたようにですね、はい、やっぱり世界大会に出るのをイメージして、はい、特にあの、家族の方のサポートが一番大きいので、はい、家族を喜ばせてあげられる選手になってほしいと思います。はい、分かりました。この時間は小座高校陸上部顧問の横山俊治先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、最後に中学時代から平川明選手を指導する金城健コーチのエールの言葉です。これだけの選手なんで、まあ、いろんなものを期待されたりとかですね、まあ、いろんな人から見られることが多くなっていくと思うんですけれども、まあ、陸上は結局は人との戦いよりも大事なのは自分との戦いっていうか、自分とのがどう成長していくかってところだと思うので、まあ、今後もそこをですね、第一にこうぶれないように持っていきながら、ただ周りの期待にも応えるのをプレッシャーとせずに、こう楽しんでこれをクリアしていく、いけるような選手になって、将来はオリンピックだったり世界選手権だったり、そういうのに出てくれたら、まあ、僕も応援いけるので楽しいな、楽しみにしてます。パスポート取ろうかなって思います今週までは2週にわたって小座高校陸上部の平川明選手を特集しました。最後に明選手のお気に入りの一曲でお別れです。皆さんこんにちは、小座高校2年生の平川明です。これからの目標はオリンピックに出場することです。今日のお別れの曲は川崎拓也さんの桜うさぎです。この曲にした理由は自分のお箱だからです。来週もうちのアスリートに続行。